村岡健造は、日本の政治家。秋田県本庄市出身。君一等局実大受賞。血液型 B。衆議院議員、郵政大臣、運輸大臣、内閣官房長官、自由民主党国会対策委員長、自由民主党総務会長、平成研究会会長代理を歴任した。秋田県議会議員を経て、1972年の、 第33回衆議院議員総選挙に立候補し初当選。1976年の総選挙で落選したが3年後の1979年の衆院選で政界復帰を果たす。宇野内閣で郵政大臣で初入閣第2次海復改造内閣で運輸大臣を務めた。竹下派時代は中西圭介と共に 小沢一郎の側近として知られていたが、1992年の東京佐川急便事件で竹下派が分裂すると、中堅議員の中村吉郎、西田司、佐藤真治らと共に、反小沢の急先鋒となって、小淵慶三造を後継会長に擁立した。その後は、小淵派幹部として1995年から1997年まで、総裁、 橋本龍太郎の下で自民党国会対策委員長、同年9月発足した第二次橋本改造内閣では、梶山清六の公認として内閣官房長官に就任した。1998年7月の第18回参議院議員通常選挙では惨敗し、官房長官を退任した。2000年、総裁森吉郎の下で自由民主党総務会長に就任。 2001年4月退任。2003年の自由民主党総裁選挙にて、橋本派は藤井隆夫を擁立したが、村岡は橋本派の会長代理であり、藤井の兄貴分でありながら、藤井ではなく森派の現職かつ1972年衆院初当選同期の小泉純一郎の指示に回ったために、野中広文、に毒まんじゅうを食らったと揶揄された。 小選挙区以降後の総選挙では、ミノリカヒデフミとコスタリカ方式を取っており、2003年の第43回衆議院議員総選挙では比例区に回る予定であった。しかし、選挙前にミノリカが死去したことにより、コスタリカ方式が解消されたと判断し、村岡は小選挙区で立候補する。ところが、村岡は2003年の総選挙で落選し、 政界からの引退に追い込まれた。2019年12月25日16時57分、がんのため東京都内の自宅で死去した。88歳没。死没日をもって肖像くらいに除される。引退後の2004年9月には、日市連闇献金事件で、平成研究会の元会計責任者の証言により、収支報告書を付きの首謀者として、政治資金規正法違反で、 在宅起訴される。村岡は、幹部会で闇献金の話が出たことはなく、1億円については、報道で初めて知ったと、全面無罪を主張。2006年3月30日、第1審の東京地方裁判所は、無罪判決を言い渡した。しかし、2007年5月10日の第2審の東京高等裁判所は、判決を取り消し、禁錮10ヶ月。 執行猶予3年の逆転判決が言い渡された。2008年7月14日、最高裁は上告棄却の決定をし、有罪判決が確定した。選択的夫婦別姓制度の導入に反対していた。ありがとうございます。